アニメンタリー決断は太平洋戦争を題材にした竜のコプロダクション制作のテレビアニメである。1971年4月3日から同年9月25日までの間、毎週土曜日19時30分20時に日本テレビ系で全26回放映された。太平洋戦争を1941年の新自湾攻撃から1945年の敗戦に至るまで 日本側と連合国側、その双方の指揮官や司令官、兵士たちの重要な決断を中心に描き出すノンフィクションドラマである。アニメンタリーとは、アニメーションとドキュメンタリーを合わせて作られた造語であり、合わせてこの作品の性格を端的に示している。視聴対象を子供だけでなく大人にまで広げ、戦争状態における将官たちの決断の時を描き、いかなる、 教訓をもたらすのかを視聴者に訴えた作品となった。また、放送当時には、同題名の雑誌が出版され、フィルムストーリーが掲載された。この雑誌は、制作局である日本テレビ放送網が刊行し、全部で6冊発行された。平均視聴率は8.2%。実在の人物、兵器を忠実に描き、効果音は、実写映画に使用される。 本物の爆発音やエンジン音を使用した。また、この作品に使用された色付きの透過光などの特殊効果は当時としては斬新なもので、後に制作された科学忍者隊ガッチャマンなどのタツノコ作品にも多用され、後のアニメ作品に影響を与えた。総監督だった久野リ一平も決断で試した技術は全てガッチャマンの血と肉となりましたと証言している。 2005年に第1から25話を収録した DVD2015 年にブルーレイボックスが発売されたが第26話は日本テレビと読売広告者制作による実写作品であるため半券の関係から収録されておらず再放送もされていない扱われる決断の多くは軍人たちのものであり各話の舞台も戦地や軍事基地といった場所がほとんどであったため 国内外含めて一般人の描写は極めて少ない。それ以外の政治家たちの決断が描かれたのは第25話のみで昭和天皇についても第25話以外にはセリフにも登場しない。番組中盤からは戦争中に撮影された実写フィルムも使用されている。登場する兵器類は放映当時としてはデフォルメがなく写実的であるが冷凍機械戦で 軽空母である千と背型が水上気母艦のまま登場するなど、やや交渉面に難がある。また、アキャブ飛行場へ来襲した、ブレニム軽爆撃機は爆撃のみならず、旋回重種が地上で休速中の加藤、春戦闘隊員を機銃装車で多数射殺するなど、史実とは異なる派手な演出も見られた。本作の制作は、スポンサーであった、札幌ビールの意向とされる。 くのり一平によると、当時札幌ビールには、旧日本軍 OB の重役もおり、働き盛りの壮年層に向けた番組として、戦士物が企画され、戦記物作家、小島城の小説、決断を原作とした作品の制作が決定した。実写での制作が困難であることから、当初よりアニメとする方針であったという。とはいえ、当時のアニメ技術でもドキュメンタリータッチの作画で、 番組を作るのは容易ではなかった。兵器類についてはキュウリの発案で、作画にアニメーターではなく、差し絵画家を起用した。だが、差し絵画家の絵は完成のペースが遅くスケジュールの上で大きな負担となり、シリーズ後半には止め絵を増やしたり、背景やカメラワークで間に合わない絵の箇所をカバーするといったことが行われた。こうして困難が予想されたにもかかわらず、 引き受けた理由について、キュウリは、札幌の出す豊富な予算が魅力だったと述べ、田島治はこれに加えて、昆虫物が当たりみなしご発知の際に、製菓会社が尻込みする中札幌がスポンサーを引き受けてくれた恩義があり、パイプを太くした意図があったのではないかと記している。キュウリの証言では、札幌ビールの一社提供とされているが、 当時の番組宣伝チラシでは、矢崎創業も加わる二社提供番組だった。原作で監修者でもある小島が、事実を淡々と描くべきというスタンスだったのに対し、脚本、構成の超怪人さんは、史実でもドラマ性は必要と主張して対立した。また、主張対象として、総年層の管理職世代を念頭にした小島に対し、鳥海は、 戦争を知らない若い世代へのテーマを入れようとして、この点でも食い違った。その結果、脚本が上がらない事態になり、鳥海は交番を余儀なくされた。このほか、小島やスポンサーサイドの軍を B、差し絵画家はリアリティにこだわり、作画の省略や細部が潰れた箇所などに盛りテイクを要求し、さらにスケジュールを圧迫することになった。この結果、アフレコジニエがない事態が起きた。 1971年4月3日に毎日新聞大阪本社番友館が掲載した読売テレビの新番組広告では映像化予定のエピソードを真珠湾奇襲から放映順に記しておりこの広告ではソロモン王機戦の次にガダルカナル島航空戦をラバウル航空要塞の次にインパール作戦やサイパン島玉砕、イオーシマ玉砕の次に回転 大和特攻の次に沖縄玉砕を映像化する予定だった。最終回が選手と全く関係のないプロ野球の実写作になったことについてキュウリは純然たる時間の問題が原因で局の方で何とか野球の話でつないでくれたと証言している。キュウリは26話までのあらすじはできていたと述べ昭和天皇の描写がネックで 本来の最終回が放映できなかったという説を明確に否定している。史実に従えば、第1話、真珠湾奇襲の次回は、ミッドウェー海戦ではなく第4話、マレーと新作戦である。下記は、左表が放送順で、右表が史実に相似系列順で、太字は放送順に一致する話数である。ありがとうございます。